Wala ka ako para mag-exercise. Bakasyon na gudaghan ka yung mga bata. Pasya ko sa ako dulo? O ato dahil ko sa factory? Pasya ko sa ako. Apo diri ang Kentucky o naghang kayong paborito mo kaon. That is the adjacent building computer company, computer building. Where's my car? Diyan mo lakaw ko. Ayaw mo lang ako kayo. Maka-exercise. Morning, kumamoto. Pasyalta. Follow yung kag-rules sa ilang traffic, daily yung kamo labag sa ilang rules kay kung red, red yun, stop yung ka kay dili ka hunungun yung para sa Pilipinas na yun kung okay. Cross the street kahit pula. Change already, it's already green. Sus, lain akong paglako, okay. Kuan kayo. Sobra ka. Dari mo undang na pagka kay Redman. See? Wala gani sakyanan. Mukuan lang yung tako. Pero kasi mabungo ta. Oh, red. Go na. Kuan kaya akong lakaw eh. Moving sobra ka move ka movement kaya akong lakaw kay kung style siguro sa lakaw oh, look Japan home center or any department store they have always have this for the blinds and for the handicapped. This is an electronic shop, biggest in the country also. They have an event. See? Sa mga kumuad sa kumuad. Naamay na ani si daddy. Pero bugat man ito iyaha. Uy, di ko ganahan ka ang gamit. Gusto na ako ang kuanon. Gusto na ako kanang cute and handy. Ah, cute naman ito. Oh, ang price oh. Look at the price. May 3,000 cash back for the price of 78,000 yen. Hindi kayo siguro siya bugat.
Oh, buat apa eh? Ini pun bisa. Kan? YouTube. すいません、あのハンディのなんだっけ、カメラ YouTube のためにね。それはこういうやつか。ああ、これこっち側、ね、ちっちゃいね、うん、わキュート、うん、これでこうやって撮ったりする、うん、これか。これ何、どこのメーカーですか？ DJI。 DJI ってな、日本、うん、あのドローンとか作ってる。ああ、うん、まあ世界的なメーカーさんですけど、メインは中国だったね。ただもう DJI は中国はいいけど、でも分かんないからね、クオリティが。ただこのメーカーさんはドローンのシェアを半分以上持ってますから。なんかすごくちっちゃいとかドローンありますね、うん、ただ DJI のあれはかなりドローンとしてはもうスタンダード、スタンダード、はい、標準的でどこの会社もよく採用してるやつ。 SD カードついてるのね、うん、SD カード等にも録画ができるし、そういうものと、あとは GoPro。 GoPro もあのセットじゃないよね。セットじゃないとね、あのいろいろ買わないといかんもんね。GoPro Hero でしょ、7、うん、まあ、やっぱりこれでやられる方が、これにアタッチメントをつけてでしょ、高くなるもん。ハンドのやつを買って全部ね、いくらになっちゃうのよ。なんかデメリットがあるみたいね、これ、まあ、これはあくまでもですね、あのハンドというか、まあ、なんというか何かの機械に据え置いて使うっていう感覚が。 CM じゃないもん、私ただ、うん、だからどっちかというと、単純にハンドで使いたいってなるとあっちなのかな。ただやっぱりこれモニターとかついてたりするから撮ってるのが分かりやすい。そしてパソコンでつないで、そしてテレビでもそういうことですね。ダイレクト、これ、それ。あ、いや、ダイレクトは当然できるのはオプションのケーブル。それもチャイナだもんね、うん、ただもうここら辺今強いのは GoPro、うん、GoPro、もうこれはっきり言うと皆さん GoPro で指名して買われる方が多いです。ですよね、うん、調べたら、うん、やっぱ GoPro もいいけどもなんかパナソニックとかなんかハンディ、お値段はちょっと同じ、どこでも一緒ですもんね、うん、ただもうやっぱり GoPro が全世界的に標準的になっちゃったので、うん、それぐらい売れてるんですね。なんかブラック、ホワイトがちょっとダメだったね、うん、要はですね、Hero 7も種類があって、ブラックは完全に手ブレ補正とかいろいろあるんですけど、このシルバーとかホワイト、これはどちらかというと、うん、7って書いてるけど中身的には6なんですよ。だから実質7はこのブラックだけ。これも買わないというかもね、うん、まあ、いるものは当然買わんといかんですね、だからハンドにするためのアタッチメントを買って皆さん使って。あ、これね、いくらだったっけ、まあ、そういうやつ。あ、これか、うん、違うか、一番いい3way、 3way が一番いいもんね、うん、いくらだったか 3way は5000円、こっち側が9000円、こっちが2600円。それなんで、あの長くできない3way じゃないですか、それ。これはあのその三脚ボックスだけね、三脚だけ、うん、三脚だけね、うん、でこれはこの、うん、安くならんのね。GoPro は安くならないね。安くなるよ、いつか、まあ、ここら辺は処分とかにならん限りあんまり安くならんのか。8が出たらね、うん、まあ、8が出たら当然それは前のは処分になる。これは何、ああケースね、うん、ケースいろいろとありますよ。そしたらそれ出たらさ、それ買ったらさ、また別のパーツ、おすすめパーツは何ですか。まあ結局何に取り付けたいかです。おすすめパーツは何ですか結局そこのところです。は、うん、何だからその辺りのいろいろと自転車